腰を痛めてしまったのでコルセット生活始めました。いてててて、て2年に1度くらいの頻度でなっちゃうんだよね。今日朝ベッドから起き上がるまでに3分もかかりました。大変だった。シャワー浴びて腰ちょっと温めて少し楽になって、基本捕まり立ちだけど歩けるようになりました。座ったり立ったりがきつい。立ってるなら立ってる、座ってるなら座ってる、あと物が持ち上げられない。というわけで今日は腰が痛かったりメンタルが弱々なので、久しぶりにウーバーご飯ということでウーバーイーツ頼みました。こんな時は自分を甘やかすぞということで、はい、たこ焼きです。蓋に美味しいとこ持ってかれました。はい、こちらネギマヨのたこ焼き。はい、こんなに食べれるかわからないけどたこ焼きご飯です。ちょっとあまり動きたくなかったのでウーバーで楽ちんご飯。熱々です。あー、置けなくなっちゃった。いでででで、いでで。はい、じゃあまず普通のたこ焼き、いただきます。久しぶりのたこ焼き、うま。ネギマヨ、ネギマヨ、ネギマヨ、おいしい。優勝はピピ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 ピーン、こちらのネギマヨが勝ちました。というわけでちょっと腰痛いんですけど、海外ドラマ見ながらねたこ焼き食べたいと思います。最近ハマってるドラマがですね、 Amazon プライム、スターチャンネル EX に加入しないと見れないのかな、ビカミング・ア・ゴッドという、まあ、新しく始まった作品で、ジョージ・クルーニー制作組織だったかな、はい、監督だったかな、はい、で、こちら見てるんですけど、マルチ商法、ネットワークビジネスの話なんですね。それを見ながらたこ焼き食べたいと思います。ちょっと笑ったりするとね腰に響くから笑い禁止ですね。腰やられちゃってるから今日はもうダラダラしてるんだけど、ね、今からこれ食べようと思ってちょっと面白いのを見つけました。ホームパイ×ペヤング焼きそばということで、これ気になって買っちゃったんだよね。湯切り不要な焼きそば味デビューということで、想像ができない味、焼きそば味のホームパイをちょっと食べようと思って、 あ、これは焼きそば、甘いのかな。召し上がり方、こちらはパイです。3分間待たずにそのままお召し上がりください。焼きそばではありませんのでお湯は注がないようご注意ください。お湯に戻すと多分美味しくありませんということで、これお湯注ぐ人いるんかな。完全に香り焼きそばだけどな。あ、ミニサイズのホームパイって感じ。これ映ってんのかな。よいしょ。小さいサイズのホームパイって感じだね。よいしょ。ふぅ、腰。じゃあいただきます。悪くないぞ、悪くないぞ。最初の味は焼きそば感が強いからベビースターラーメンって感じ。しょっぱさが強いんだけど最後の最後にバターの香りと甘みがくるから、あ、ホームパイだなって感じ。うん、けどあれだな、うん、しょっぱい系おやつって感じ。うん、面白い。また買うかって言われたらもう買わないかな。100円ぐらいだったからさ、ちょっと買ってみようかなと思って。うん、美味しいよ、美味しいけどリピートして買うほどではないかな。でも面白い。気になる方よかったらね食べてみてください。意外とやみつきになってるかも。勝手に手が食べようとしてるから。今日は一日ほんとダラダラ過ごしてるって感じで、起きてウーバー頼んでたこ焼き食べて、海外ドラマ見て、海外ドラマ見て、海外ドラマ見て、動画編集して、海外ドラマ見て、海外ドラマ見てって感じね。で、このおやつ食べてまたこれから海外ドラマ見るんだけど、ダラダラする日もあっていいよねとか言ってさ、ずっと休みだからまあ結構ダラダラしてるんだけどね。今さ、なんか別チャンネルの、まあ、マジシャン応援チャンネルの方でテーマなんだったっけな、マジック業界の大事件だったかな、なんかそんな感じのテーマだったと思うんだけど、その大事件今ちょっといろいろ考えてるんだけど、なんかまあ大事件っていうわけじゃないんだけど、この腰やっちゃうやつを前2年前ぐらいにも1
回やってて、でその時さ結構マジックショーとかの現場が多かった時だったからちょっとやっぱ不安だったよね。ね、現場の時どうしようと思って。そうそう。だけどやっぱさ、マジックショーの本番になると、やっぱスイッチ入るからか、ピーンみたいな、シュギーンみたいな感じで、そうそう。全然大丈夫だった気がした。うん。あとなんか、ぎっくり腰とガチでやっちゃうと、多分歩けないだろうね。これぎっくり腰なのか分かんないけど、多分これほんとひどくなるとまあ大変だなと思ってて、一回寝ると繰り返されるって聞いて、 それも怖いし、であとなんかマッサージもしちゃいけないんだよね。とりあえず安静にストレスをためないっていうことなので、そうだからまあ今日はね甘やかしていいやと思って、そうそう、そんな日にもあっていいよねみたいな感じ。はい、というわけでね、今日はほんとダラダラしかしてない一日だったんですけども、そんな一日の動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。